はい、今回は富津市さぬきにありますフレッシュマート三平さんにお昼ご飯を食べに来ました。はい、JR 内房線さぬき町駅からお越しいただくと一番近くていいと思います。お車やバイクでお越しの方は富津中央インターチェンジが一番最寄りになると思います。ここがですね、本当にうまいです。うまいですし、すごくリーズナブルで、むちゃくちゃおすすめなお店です。もう、自分、さぬきに来たらですね、ここが一番かなと、正直思っちゃうぐらい美味しいです。メニュー見ていただいてもですね、非常に安いんです。もう雰囲気も抜群で、今回私頼んだのはですね、ポークステーキになります。この日は平日の12時ぐらいに来店しました。私一人だったんですけれども、定休日は月曜定休ということでした。すいません、これ食べログの情報なんですけど、祝日の場合は月曜日でもやってるそうです。注文してから、10分ほどで出てきました。非常にですね、もう匂いだけでもたまんないような感じのお肉で、見ていただきたいのがこの厚さですね。むちゃくちゃ厚いです。これがですね、なんとポークステーキ500円です。500円、これ500円で多分食べれるっていうのはなかなかないんじゃないかなと。見た目以上に柔らかくて、サクッふわっとですね、歯で切れて、もうむちゃくちゃ美味しいですね、柔らかくて。で、この今回これご飯はですね、普通盛りにしました。あとここにですね、来るの多分車やバイクの方が多いと思うんですけれども、駐車場を完備してます。広めですので、その辺心配なく来ていただけて大丈夫だと思います。はい、食べ終わりました。やっぱりすげえうまかったですね。ここ本当おすすめなので、ぜひ皆さん行ってみてください。ありがとうございました。